綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、2日目の朝の食事です。てか朝っていうか多分朝昼兼用にするけど、チキンとブルーベリーとストロベリーのヨーグルト、美味しそうって感じで、今日は昼から風が強いけど頑張ってきます。バイバイ。はい、お疲れ様です。今日は日曜日の、本来やったら試合の3日目、あのファイナルラウンドの日なんですけど、なんと私は1日目が午前スタートで1オーバーやったんですね。それで43位ぐらいやったかな。なんかしかもそれもなんか上がり、ボギーパーボギーで、しかもそのパーもめっちゃ短いバーディーパット外してって感じで、すごい最悪な上がり方をして、もうほんまに気分悪くて、ですっごい怒っとって、で一緒におった友達に、お昼一緒に食べようみたいな感じ言われてんけど、なんかもうお腹空いてないみたいな言ったら、その友達が心配してくれて、お菓子とか買ってきてくれてって感じで、すごいあれで、で2日目は午後スタートで、もう風がやばすぎて、多分今までゴルフ人生の中で一番強くて、風速20メーターとか、多分あの風速で言ったら、で出だしがボギーボギーダボーボギーやったんですよね。しかも3パット3パット4パット3パットみたいな、風が強すぎてパターがなんか打てなくてというか、なんかどうやってパター打ったらいいかわからんくなってって感じで、もう最悪でした。まあでもそれでもやっぱ風吹いてるから諦めずに頑張ろうみたいな思って頑張っとったけど、もうなんかとりあえず何やってもうまいこといかなくて、もうなんか全てが恨みに出て、もうなんかすごい最悪でした。ってことで、全然予選通過ラインやったけど、昨日は81打って、多分ワースト今年ワースト、前半43やったし、で今年ワーストで、すごいもう昨日落ち込みすぎて、もう動画も撮れんくて、で今日は朝なんですけど、昨日の次の日の朝なんで、まあ、なんかちょっと何言ってるか分からへん。今はまあ1日経って朝なんですけど、もう今でもほんまに辛くて、なんか、あんまり落ち込んだりせえへんねんけど、さすがにあんだけ叩いたら辛かったです。で、日本ってやっぱあんま風吹かない、まあなんか、吹くけど、なんかそんな強くなくて、多分人生で一番強くて、なんか全然経験したことなくて、バックナインは結構慣れてきてよかったんやけど、前半は全然なんか太刀打ちできんくて、で一緒に回ってる子とか超うまかったんですよね、風吹いてても。とかって、なんかすごい、ああ、まだ全然なんか自分足りてないな、みたいな感じで、なんか思って、いやすごいなんかそういうなんか自分の足りてないところに気づけたのめっちゃいいことやし、それをまあ受け入れて、自分で受け入れて、まあこれから改善していくしかないんで、まあだから
まだまだやなと思いました。あー、ほんまにつらい。あー、まあこれがアメリカに帰ってきて最初の試合やったんで、予選は受かりたかったですねって感じで、今から2週間空くんですよ。だから試合が2週間空くんで、今日は友達と飛行機まで時間があるんで、ちょっと動物園行くみたいに言っとったから行って、で今日こっからサンディエゴに行きます。夕方のフライトで時差が2時間向こうバックで、5時間半ぐらいかかるかな、移動は。もうほんまにここすっごい中で、もうご飯食べるとこないし、もうなんか友達と来とったから楽しかったけど、なんかほんまに一人で来てたら多分死んでました。ご飯食べるとこないし、ほんまタコスとピザしかないしって感じで、てか不便やし電波悪いし、はい、あんまり好きじゃなかったです。あーって感じで、すごいほろ苦い思い出になったんですけど、ほろ苦いっていうか、なんかもう、あんまり最悪な思い出になったんですけど、とりあえずまあ今の現実とか自分の実力とかゴルフを受け入れて、まあ次はフロリダなんで、またちょっと違った、多分またアプローチティフトンで多分難しいと思うんですよね。だからまあとりあえず練習するとこはサンディエゴなんで、ちょっとやっぱフロリダと違うんで芝が、まあでも次に向けて頑張ります。ではまた、バイバイ。